原会長の平和発言、言い換え、中国の CCTV テレビ、ロシアを意識、重要なのは平和への希望を、重要なのは大家族となる希望、と翻訳。13日の北京冬季パラリンピックの閉会式を中継した中国国営の中央テレビ、CCTV が、国際パラリンピック委員会、IPC のパーソンズ会長が平和に言及したスピーチの一部を、原文とは違う表現に翻訳して伝えた。ウクライナに侵攻したロシアへの批判につながりかねない表現を避けた可能性がある。CCTV は13日の中継で、パーソンズ氏が、重要なのは平和への希望。I meter PORTANTLY, HOPES, FOR, PACE, と語った部分を、最も重要なのは大家族となる希望、と翻訳して伝えた。中国はロシアのウクライナでの軍事行動に対して、侵攻、といった表現を使わず、国連によるロシア非難決議も棄権している。